You saw me at GP Chiba, in which I gave you a big in-depth rundown of my tournament run. Today we're not doing that. Today is going to be a little bit more relaxed, or I want to know, you know, everyone in here, you can see behind me, is out here playing Evolve, dedicating their time to the game, but I want to know how well the Japanese players know their English terms for the game. So we're going to quiz a bunch of players, and if they guess them right, they get a bunch of English tokens, which have been pretty popular out here in these events. So let's get it and see how many of them know their keywords. 英語のエボルブの単語を聞いて、でその単語の日本語版を答えてもらいます。で言葉はどうぞ。 Word、 こちらになります。はい、まあ、結構いろんな今の環境でもいろんなカードについてくるキーワードです。銀とあとスカルかもしれない。じゃあ一ついきます。あ、いや、いいですか。じゃあ、はい、ここで一回回答します。 OK OK。 指定攻撃。違います。あ、違うんですね。ヒントとしては攻撃に対しては関係ない。じゃあ2回目回答どうぞ。主語。合ってます。お、主語でした。なるほど、ありがとうございます。1個のヒントを使ったので、はい、4枚選べることができます。ありがとうございます。マーメイド、オーバーフロー。セルフ、あとあらか、すいません、ヒントもらいます。あら、1回もらいます。ヒントとしては、ヒントとしては状態です。状態、オーバーフロー。え、状態ですか。何かが溢れたらこの状態になる。何かが溢れたら、エボルブの最初からある。分からん、ちょっと待って。もう一回ヒントあげたら多分もう1秒で分かると思う。もう一回ヒント。もうもう PP 関連。 PP 関連、オーバーフロー。あれ、覚醒。覚醒です。おめでとうございます。オーバーフロー、へえ、覚醒なんですね。そう、覚醒がオーバーフローになってます。なるほど。で、ヒント2回使ったんで3枚まで。はい、お願いします。じゃあ、見てもよろしい。どうぞどうぞ。いいですか。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。今回の言葉は Word。 結構今の環境のデッキで結構このキーワードは問題に答えてもらえる。今の環境、自然、いや自然じゃない。あ、自然は結構多いかな。5枚欲しいけど、ヒント、ヒント1。まあ、どんな自然デッキでも入れるカードが LG で1枚あるんですけど。え、何を。あー、進化後の方についてくる。母なる君、進化後についとる自然のレジェンド。多分母なる君で一番上に書いてある。いや、そうでしょ。ラストワード。違います。ラストオードじゃない。母なる君、問題よく聞いて。母なる君の進化後の効果。効果、まあ、キーワード。え、進化後でしょ。え、嘘でしょ。頼むよ、嘘でしょ。ラストワードで2点回復。主語。そうです、そうだよ。主語です。最初に書いてあるって言ったじゃん。わからんかった。多分一番上に書いてあると思う。言葉がベイン。ベイン、ベイン、ナイトメア関連ですね。まあ、イメージ的には必殺ですか。必殺です。早い。グラッテ。さすが、さすがです。でもヒントなしだったんで5枚選んでください。スティッチ、スティッチ、ありがとうございます。スティッチ、スティッチ、スティッチ。今回の言葉がレーシング。多分英語自体が結構分かりやすい。英語自体が苦手なんですよ。キーワードでもあるんですけど、ヒントとしては状態でもある。状態でもある、カードの状態。もう一回ヒントくれます。もう一回ヒント。クラスはいろんなクラスに入ってるんですけど、一つのタイトルだけであるキーワード。あ、そう、合ってます。そうです。じゃあヒントが2回だったんで3枚までお願いします。ありがとうございます。じゃあ待ってます。今回の言葉は Word。 主語。早っ。5枚どうぞ。早すぎ。ありがとうございます。早い。え、そうなの。もう5秒で終わった。インゲージ。いや、わかんないです。ちょっとヒントくれます。これは状態です。状態だけ。状態だけ。
どんなフォロワーでもこの状態に入れる。入れる？よ横になる、あのアクトすることですか？そうです。アクト状態です。がエンゲージです。むずいそれは。じゃあヒント2個使ったんで3枚まで。ありがとうございます。はいじゃなかった。そうそう。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。今の言葉はアッセイオ。アセイル？アセイル。アセイル。突進。ではないです。ヒントとしては日本語の意味を教えます。その言葉の。いいんですか？そんな。襲撃する。襲撃する。必殺。ではない。ではない。まあでもそうだよな。でもこちらが、まあ、突進みたいに。攻撃関連。もうそれを信じるしかない。出走。ではないです。ではないんだよ。出走ではない。いや結構わかりやすいヒントだと、何かを選んで攻撃できる。ああ。ちょっとわかりやすいかもしれない。指定攻撃。指定攻撃です。なるほどな。ポークに3枚くれよ。3枚。ただいます。ありがとうございます。今回出る言葉は intimidate。もう分からんみたいな顔してる。今この前にその答えを出した方がこの日本語を言ってました。誰か。とりあえずヒントいただいていいですか。ヒントとしては状態です。心当たりがありましたら。フォロワーにかかってる状態。そうです。いいやつだ。いいやつです。さすが。いや、5枚までお願いします。ヒントなし。すごい。ありがとうございます。今回の英語のエボルブの言葉は、はい、ストーン。ああ、もうこれはいただきました。ありがとうございます。疾走。疾走です。はい、結構簡単だ。じゃあ、トークン5枚まで。はい、ありがとうございます。選んでください。ありがとうございます。ありがとうございます。今回出す言葉は、うん、overflow。ヒントお願いします。これは状態です。プレイヤーが入る状態。他の問題ありますか？他の問題？変わります？もっと分かりやすいにしたら、rush。あ、走る。あ、突進。突進です。だけよ。こっちにします。or。突進。ではない。ではないか。アタックする関連のキーワードではなくて受ける側。受ける側。主語。主語です。ありがとうございます。じゃあ4枚まで待ってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ゲッター、ゲッツ。サインしてもらうことあ、できます。できますか。頑張ってください。これからありがとうございます。どうぞ。ありがとうございます。ありがとうございます。ラッシュ。突進。そうです。ね、5秒で終わった。疾走か突進か分かんなかった。そうそうそう。見てもいいですか。5枚まで。はい。ありがとうございます。サインもらっていいですか。ああ、大丈夫です。いやいや。はい。大丈夫さん。どうぞ。ありがとうございます。せーの。あ、指定攻撃か。指定攻撃です。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ショップといえば、ウォールかな。主語で。主語です。わかりやすすぎ。やった。もうじゃあ5枚まで。ありがとうございます。Alright, as you can see, we've gotten rid of quite a lot of these tokens. And I was quite surprised. There's some people out there that really came up and just snap, got it in one go. Of course, some of them are easier. People seem to know storm and rush, so I kind of tried to keep it down a little bit. But with a couple hints, people seem to get it. But that was very fun. So hope to do more of these kind of things in the future too. And if you like this kind of video, make sure you give it a like. And of course, check out all the other action from Osaka GP on the official streams, which I will leave a link in the description to the official Japanese Evolve channel too. And of course, if you're excited about Chatterverse Evolve, make sure you participate in your local events too and join all of the high tier events, which you can find lots of information for in the description. But otherwise, that's gonna be it for me today. Thank you so much for watching. If you liked the video, give it a like. If you haven't already, please do subscribe. And I'll see you guys next time. Bye-bye.